はい、それでは第10回目のデータ解析の講義を始めます。今回から2回にわたり、因子分析について学んでいきます。はい、ここまでが前回の課題の回答例でした。本日の講義ですが、本日から2回に分けて、因子分析について学んでいきます。目次としてはこのようになっています。まず、主成分分析の復習をして、その後に因子分析の基礎を学びます。まず、主成分分析の復習です。主成分分析の目的は、高次元のデータを次元削減し、人間が目視可能な2次元、3次元でデータを表し可視化することです。例えば、このような花のデータ。では、としては、例えば、萼や花びらの長さや幅の、4次元のデータが観測されたとします。4次元のデータは人間は目で見ることができませんので、見ることが可能な、次元、例えば2次元に次元削減をします。そうすると、このように、あるデータの集合がこの辺に分布しており、他の花の集合、そしてもう一つの花の集合はこのように分布しているというように、直感的に目で見て様々な種類のデータの分布を確認することができます。次に、主成分分析の目的としましては、データ要約があります。データ要約では、主成分軸に意味付けをし、データの分布を解釈します。例えば、このような数学と英語の得点データに対して主成分軸を用い、主成分分析により、このような主成分軸が得られた場合、それぞれの主成分軸に、数学が得意な軸や、栄養が得意な能力を表す軸などの意味付けをして、そして、その新たな主成分軸による座標系において学習データをプロットし直し、それぞれのグループに対してどういった特性を持ったグループなのかというのを意味付けして解釈をします。次に、主成分分析の考え方についてです。観測データとして数学の得点 X1 と英語の得点 X2 がデータとして与えられていたとすると、主成分分析ではこの得点データの分散共分散行列を計算し、固有値問題を解きます。そして、各主成分軸に対応する固有ベクトル W1 と W2 を求めます。そして、この固有ベクトルと元の学習データ点のベクトル X との内積を計算することにより、第一主成分得点 Z1 と第二主成分得点 Z2 を求めています。さて、ここでこの Z イコール W 点値 X の式に着目しますと、主成分得点 Z というのは、観測データの X1 と X2 の成分を混合することにより獲得されていると解釈することができます。つまり、数学の得点の X1 と英語の得点 X2 の値を、この W11、W12 という固有ベクトルで重み付けして、混合することにより、この主成分得点というのは獲得されています。まあ、つまり、観測データから影響を受ける主成分を抽出しているというふうに解釈することができます。これを図を用いて表しますと、このように第一主成分
得点 Z1 は、観測された数学の得点 X1 と英語の得点 X2 の値に固有ベクトルの値 W11 と W12 をかけて足すことにより求めています。そして第2修正も同様に、数学の得点と英語の得点を対応するこの固有ベクトルの値にかけて足すことにより求めています。このように主成分分析では観測されたデータから影響を受ける主成分軸というのを抽出することによりデータの次元削減やデータの要約をしています。次に因子分析の基礎について学んでいきたいと思います。まず因子分析とは何かというのを見ていきたいと思います。まず最初に因子分析の因子についてですが、因子は観測データに影響を与える潜在的な要因のことを言います。そして因子分析の目的というのは、この因子をデータから抽出し、データを要約することです。心理学の分野にて観測できない人間の心の心理量や頭の知能指数を扱うために発展してきた分析手法です。この因子分析のモデルのパス図はこのようになります。右上の主成分分析のパス図と比較してみると、主成分分析では観測データである数学の得点と英語の得点から影響を受ける第1主成分、第2主成分得点を抽出していたのに対し、因子分析ではこの観測データに影響を与える潜在的な要因である第1、第2因子を抽出しているというパス図になっています。従いまして、モデルの式としてはこのようになります。つまり主成分分析のモデルの式というのは、主成分得点である Z1 イコール W 点値 X という式になっていたのに対し、因子分析ではこのように観測データである X イコールの式となっています。そしてこの E1、E2 というのは、数学または英語の独自の因子に対応しています。さて、因子分析の用語について確認したいと思います。まず、この潜在的な要因である、この第1因子、第2因子の F1、F2 というのは、共通因子と呼ばれる因子です。観測データの数学と英語の特点に共通して現れる因子です。そして F1、F2 の値のことを因子得点と言います。次に、観測データの数学と英語の得点に、この第1因子、第2因子の因子得点を混合して表現する際に用いるその重み係数は因子負荷量と言います。このように行列を用いてその因子負荷量は表現されます。次に独自因子です。独自因子というのは先ほども出てきましたが、数学や英語の得点にそれぞれ個別に現れる因子です。次に因子得点表ですが、
主成分分析における主成分特典表と同様に、因子分析では各データ点ごとに因子特典を計算します。因子特典というのは、共通因子である第1因子、第2因子の値の F1 や F2 のことです。このように、各学習データ点ごとに主成分特典と同じように、因子特典というのを計算します。次に共通因子と独自因子の関係についてです。観測データの各変数は、共通因子で説明できる部分と、共通因子では説明できない部分があります。それを図で表しますと、説明変数 xi というのは、このように共通因子で説明できる部分と、共通因子では説明できない独自因子の部分というのに分けることができます。それでは本日最初の演習問題に行きたいと思います。まず最初に各自のノートの一番上にこれらの情報を書いてください。そしてその下にこの演習問題1を解いてください。演習問題1では、国語、数学、理科、社会の得点データに対し、因子数を2個に設定し、因子分析を行ったところ、次の結果が得られました。因子不可量の行列は、このように 4×2 の行列。そして、独自因子はこのように4次元のベクトルとして得られています。これらに基づいて、問1、パス図を作成してください。そして問2では、それぞれの観測変数を共通因子と独自因子の式で表してください。はい、ここまでが因子分析の基礎の導入でした。次に因子分析を定式化していきたいと思います。はい、まず因子分析の準備としまして、データの標準化を行います。重回帰分析でも標準変回帰係数を得るために、前処理としてデータの標準化を行っていました。因子分析でも同様にデータの標準化を前処理として行います。データの標準化は、データ変数 XJ ごとに各データ点 XJI から XJ の平均値を引いて、その XJ の標準偏差で割るという処理により、データの標準化を行います。はい、次に因子分析では、次の因子の条件を仮定します。まず最初に共通因子 F1 と F2 は標準化されていると仮定します。先ほどのデータの前処理の標準化と同じように、標準化されている共通因子では平均値が0で、分散値が1になるという条件が仮定されます。次に独自因子 E1 と E2 の平均値は0であるという仮定をし、最後に異なる2つの因子間の共分散は0と仮定します。つまり、ここでは因子としましては、共通因子の F1、F2 と独自因子の E1、E2 があるわけなんですが、それらの異なる2つの因子間、例えば F1 と E1 であったり、F2 と E1 であったり、また E2 と E1 であったり、また F1 と F2 であったりと、それぞれがの異なる2つの因子間の共分散は0と仮定します。はい、それでは因子分析の定式化をしていきます。まずは簡単な
因子数が1の場合を考えます。パス図としてはこのようになります。つまり数学の得点 x1 と英語の得点 x2 は1つの共通因子 f1 から影響を受けています。これをモデル式で表すとこのように x1 イコール a11 かける f1 たす e1、 x2 イコール a21 かける f1 たす e2 となります。さて、因子分析の定式化を行うためにこの数学の得点と英語の得点の分散共分散行列を考えます。分散共分散行列というのは対角成分に数学、英語の分散、そして非対角成分に共分散を持つ行列です。なお、観測データは前処理として標準化されているので分散共分散行列と相関行列は等しいという関係になります。さて、この分散共分散行列 R を上のモデル式の因子負荷量 A11、A21 と独自因子 E1、E2 を用いて表現してみましょう。はい、それでは各自演習2としまして、分散共分散行列 R を因子負荷量と独自因子を用いて表現する式を導出してください。ただし、準備段階で導入しました因子の条件と、あとはこの下に、記載しております分散と共分散の特性を利用してください。例えば、x1 の分散 SX1 の、この x1 に因子分析のモデル式を代入すると、このように2つの変数の和の分散の形になります。この2つの変数の分散の和は分散と共分散の特性の1つ目の公式を用いますと3つの項にこのように分解することができます。また x1 と x2 の共分散の x1 と x2 に同様に因子分析のモデル式を代入すると、このように2つの変数の和同士の共分散となります。この2つの変数の和の同士の共分散は、分散と共分散の特性の3つ目の公式を利用しますと、このように4つの共分散の和の形に分解することができます。このように因子の条件とこの分散と共分散の特性の公式を利用して x1 の分散と x1 と x2 の共分散を展開していき、因子負荷量と独自因子の式を導出してください。はい、それでは演習2で得られました分散と共分散の因子負荷量と独自因子の分散を用いた表現に基づきまして分散共分散行列を展開しますとこのようになります。ここでは単純に分散共分散行列の対角成分に1つ目の関係式、そして非対角成分にこの2つ目の関係式を用いています。さて、ここで この展開された式の1つ目の行列に着目しますと、この行列はこのように列ベクトルと行ベクトルの掛け算に分解することができます。この列ベクトル、2次元の因子負荷量の列ベクトルというのは
因子数が1つの場合の因子不可量の行列 A に対応しています。そしてこの行ベクトルはその行列 A を転置したものに対応しています。また各対角成分に独自因子の分散を持つ行列を E で表すと、分散共分散行列 R はこのように A×A 点値足す E で表すことができます。この行列を用いた分散共分散行列の関係式というのは、任意の数の観測変数と因子に対して成り立ちます。例えば観測変数が3で因子数が1つの場合は、行列 A はこのように3次元の列ベクトル、そして E は 3×3 の行列になります。そして観測変数が2、因子数が2の場合は、行列 A と行列 E はこのように 2×2 の行列になります。はい、それでは先ほど導出しました分散共分散行列と因子不可量および独自因子の関係式を用いて、因子数が1の場合の因子不可量の求め方を見ていきたいと思います。はい、ここでは3変数、数学 x1、ここ x2、以下 x3 の観測データに対し、因子数が1の因子分析を行う手順を見ていきます。ここでは簡単化のために、数学国語理科の、2変数間の共分散はあらかじめこのように与えられていると、します。それでは手順を見ていきます。まず手順1としまして、分散共分散と因子不可量の関係式に基づいて連立方程式を作ります。まず分散共分散行列の R はこのようになります。この行列の非対角成分の0.72、0.63、0.56というのはこの上であらかじめ与えられています。そしてこの分散共分散行列と因子不可量および独自因子の関係式に基づいて連立方程式を作るわけなんですが、この右辺の行列をかけて足すと、このように各要素はなります。この左辺と右辺の等式に基づきまして、次の6つの連立方程式を作ることができます。この6つの連立方程式には3つの因子不可量の変数である A11 と A21 と A31 があります。また、3つの独自因子の変数もあります。つまり E1 と E2 と E3 です。このように6つの変数がありますので、変数の数と連立方程式の数は等しく、この連立方程式を満たす変数は1に存在します。従いまして、手順2としましては、この連立方程式を解くことにより因子不可量を求めます。そのためにまず、この A11×A11 をこの右辺のような分数で表現します。この分数と分子には A21、A31 が含まれていますので、それらをキャンセルすると左辺と同じ A11×A11 となります。
さて、この分数の中にある、それぞれの括弧の中の掛け算、2つの変数の掛け算は、連立方程式の3つの式に対応しています。従いまして、それぞれ値を代入すると、このようになりまして、分数を計算すると、0.81となります。従いまして、A11 は、このようにプラスマイナス0.9となります。同様のテクニックを使いまして、A21 を右辺のような分数で表現します。そして、この分子のところに値を代入しますと、このように A21 はプラスマイナス0.8となります。また同様に A31 をこの右辺のように分数の形に変形しまして、分子の値、分母にも値を代入しますと、A31 はプラスマイナス0.7となります。このように、手順2では連立方程式を解くことにより、それぞれの因子不可量の変数、ここでは3つの因子不可量の変数を求めました。次に、手順3としまして、手順2で求めた共通因子の、因子不可量を方程式に代入しまして、独自因子の分散を求めます。ここでは、連立方程式の上の3つの式を用います。それぞれ手順2で求めた値を代入しますと、このようになりまして、このことから、それぞれの独自因子の分散を求めることができます。それでは演習問題3としまして、先ほど説明しました手順に従い、因子数が1つの場合の因子不可量を求めてください。ここでは3変数、数学、国語、理科の観測データの共分散の値がこのように与えられているとします。次に問2としまして、独自因子の分散を求めてください。先ほどの演習問題2の下にこの演習問題3を解いてください。ただし、ページが変わる場合は一番上にこれらの情報を必ず書いてください。次に、求めた因子不可量を用いてモデル式およびレーダーチャートを作成し、因子の解釈を行ってみます。まず、数学の得点、国語の得点、および理科の得点のモデル式は、このようになります。ここで、共通因子 F1 についているこの係数というのは、先ほど連立方程式を解くことにより求めた因子不可量の値に対応しています。さて、このモデル式に基づいて、横軸に第一因子不可量、縦軸に第二因子不可量を持つレーダーチャートを作成します。ただし、ここでは因子数が1となっていますので、縦軸の第一因子不可量は用いません。さて、この数学の得点、国語の得点および理科の得点の第一因子不可量をプロットすると、このようになります。また、すべての因子不可量がマイナスの場合、このようになります。このレーダーチャートを、見ますと、第一因子不可量において、数学、理科、国語の得点というのは、
プラス、いずれもプラスまたはマイナスに大きな値を取ることがわかります。このことから第一因子不可量は数学、国語、理科すべての教科が得意または苦手であることを、意味している、総合力を、表していると、解釈することができます。はい、それでは因子分析の基礎の最後としまして共通性と独自性の説明をします。はい、まず共通性ですが、共通性は各変数に対する因子不可量の二乗和に対応しています。先ほど求めたこのモデル式のように、各観測変数である数学の得点、国語の得点、理科の得点に対する因子不可量というのは、ここでは1つずつ割り当てられています。例えば、数学の得点はプラスマイナス0.9、国語はプラスマイナス0.8、理科の得点はプラスマイナス0.7が因子不可量となっています。従いまして、この観測変数に対する共通性というのは、これらのそれぞれの因子不可量を二乗したものに対応していまして、数学の場合は0.81、国語は0.64、理科は0.49が共通性となります。この共通性というのは、各観測変数の分散のうち、共通因子で説明できる割合のに対応しています。レーダーチャートで言いますと、理科の場合は、第一因子は0.7となっていますので、ここにプロットされますが、この原点からこの理科の点までの距離、つまり二乗、0.7の二乗の0.49が、この共通性に対応します。一方、独自性というのは、各変数の分散のうち、共通因子で説明できなかった割合に対応しています。それを式で表しますと、各観測変数の分散、まあ、例えば理科の分散というのは、共通性足す独自性で表すことができまして、それらを足し合わせたものは1になるという関係を持っています。従いまして、この共通性から1までの、残りの部分が、独自性に対応しています。従って、各観測変数の独自性の計算はこのように、1引く共通性により求めることができますので、それぞれの観測変数の独自性はこのように0.19、0.36、0.51となります。はい、それでは最後に、課題を出して今回の講義を終わりにしたいと思います。1つ目の課題ですが、因子数が1の場合の因子分析の手順に従って、このようなデータに対する因子不可量を求め、その因子不可量に基づいてレーダーチャートを作成してください。また、各観測変数の共通性と独自性を求めてください。はい、次、課題2ですが、観測変数は4つで、共通因子の数が2つの場合に、因子分析を行ったところ、このような因子不可量が得られたとします。その場合の波数図とモデル式を書いてください。また、各観測変数の共通性と独自性をそれぞれ求めてください。因習と課題の提出方法について説明します。
まず演習レポートについてです。授業中に出題される演習問題に対する各自の回答を各自のノート用紙に書いてください。各ノート用紙の一番上には演習レポート、日時、視聴した場所、学籍番号、氏名を必ず書いてください。もし自宅でこの動画を視聴し、演習問題を解く場合は、このように、その場所がわかるように記載してください。また、大学の教室 A101 の机番号32番で視聴し、演習問題を解く場合は、このようにわかるように記載してください。ノート用紙1枚ずつをスマホなどで撮影し、授業の当日中に Moodle にて提出してください。次に課題レポートについてです。授業の最後に出題される課題問題に対する各自の回答を各自のノート用紙に書いてください。各ノート用紙の一番上に課題レポート、出題日、学籍番号、氏名を書いてください。ノート用紙を1枚ずつスマホなどで撮影し、次回の授業開始前までに Moodle にて提出してください。